今ね、名物のカエルジュースをね、飲んでみたいと思います。なんか食用でもガマガエルもなんかやるって言ってた。もうジュースに、うん、ガマガエルと全然種類が違うからどっちがいいんだろう。セネオ、ウノ、ポルファボール。プレパロ。あ、シー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 。ああ、オニオンです。だし、マンゴーの。うん、どっか。こっちでしょ。動いてるよ、まだ中で。あーさ、足動いてる。La falfa, piña de gato, maca, ole, miel, agarrobina. Listo. Por Dios. Ya. Vamos a escuchar esto. Ya. Chapa, huevo. Ajá. Esto. Aquí, aquí. ¿Cara vos diré? ¿Seguro? こんだけ入ってたら高いよ。見える。うん。味見した。Carlos, soy el mejor. Yo voy a ser el productor. Claro, yo voy a ser el productor, el director. Tengo que indicarlo para que. Ya. Más rico.Gracias. A la vida. Salud. 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 とりあえず一気で。一気でどうぞ。うん、ちょっとよくわかんないな。ちょっとゲロ臭いな。リコリコ。うん、あーあーマスウノウノマスなんかカエルの要素ゼロですね。漢方っぽい感じに近くなっちゃった。蜜も入ってるんで甘いし、うん、あビンビンでは見てください。嘘ついてます？どうすか？匂い、風味が生臭い、ゴロ臭い。NG ですか？いやけど飲めなくはない。まあ普通の人は多分ダメだ。カエルジュースはまずいということで。まあ、ノリの味が最強だったっていうことで、日本でも体にはいいけどすごい毒臭いってことでね、まあ、すごい有名な健康食品ではあると思うんですけども、
まあ、そういったね天然の栄養素の高いものが全部入ったこれだけのね効果があるということで、まあ、地元の特にね往年の世代の方には古くから親しまれている飲み物ではあるんですが、そうした効果があるかどうかの科学的根拠はないそうです。ちなみにね僕が飲まなかった方のツチカカミズガエルなんですけども、こいつはペルーとボリビアのね間にあるでっかいねチチカカ湖っていう湖に生息しているカエルになるんですけども、現在食用による乱獲で絶滅危惧種に指定されまして、ペルーでは希少動物の象徴として1ソルのコインのねデザインにもなったということで、まあ、こうやってね昔から地元の人たちにはこう健康にいいっていうことでね親しまれて飲まれてきたこのカエルジュースなんですけども、現在の若い世代にはあまり浸透していないみたいで、今後はね、なくなっていく文化なのかなっていうのもこう感じますね。そもそもカエルジュースが体にいいって見つけて飲み始めた人たちのそのきっかけが面白いですよね、まあ、人間のね食と健康に対する飽くなき探求心は恐ろしいということで、まあ皆さんもねぜひねペルーのリマに行く際は、現在ねチチカカミズガエルはないとは思うんですけども、ガマガエルとかのやつはあると思うんで、試してみたい方はぜひねトライしてみてください。それではまた。